海道劇団の、総立ちをしてますみたいな吉之助です。お願いします。もう先生の代からなんで、もう結構な、僕は代受け継いでから、総立ちになってもう今年で9年。そうです、18人です。すごいことですよ、うん、そうなんですよ。で来年10周年なんですけど、そうです、18のお誕生日の日、昨日ですね、18の昨日。だからもともと座長さんは僕のお父さんやってたんで、でお母さんも劇団の方で役者してたんで、先生と一緒にその中で生まれて、だから6ヶ月でっていうのはもう本当泣き子の子供のね、赤ちゃんでスポット浴びたっていうのは6ヶ月ですかね。俺もともと舞台好きだったんで、もうこれが当たり前と思ってたから、そうだな、まあ、予想の世界知らないですけどね、だから小学校上がるときに義務教育だからって言って、一回僕東京なんですけど、生まれは、で東京に帰されたんですけど、僕舞台好きなもんだから続かなくて、普通の生活が 2,3 ヶ月で帰りましたね、だって学校行ったって話合わないですもんね、みんな大人の世界で生きてるから。ゲームとかもしないし、もともと座長を任されたのが16の時なんですよ、16の正月から。そうで、その年に17になって、翌年18の時に総座長を指名したので、そっからですね。いや俺やりたくなかったんで、座長あれ、うん、いろんな劇団さん行きたかったんで、あっちこっち、そう。でもそうやって向こうね、お父さんから話されて、そう、まあいろいろね、上に立ったら大変だから、上に立ったらいいと思うんじゃないから、でもやっぱいろいろと苦労してたの知ってたし、名古屋高校のためにと思って、名古屋高校のためにやったかと思って襲名しました。だからちょっとでもね、やっぱり場所場所で劇団さんは変わっても、見るお客様とか、もちろん僕ばかを応援してくれてるお客さんは毎月見てくださるので、やっぱりね、毎月毎月一緒のような感じじゃつまらないかなと思って、少しでもちょっと変わったもので新しいものを見せれるようにって心がけて、いろいろふと思いついたら取り入れてやってます。ライトとか照明とかっていうのは、まあ、例えば普通にテレビ見てても、音楽番組でなんかちょっとなんか動いてたら調べてみたりとか、でライティングの感じとかはもうそうだな、ライティングの感じとかっていうのは今日も自分の思うままにやってますからね。いろんな人の真似をしました。何がでも所詮その人がいいと思ってやっても、その人がするからいいわけであって、俺がしてもいいとは限らないし、でいろいろ、自分に合うもの、自分の顔に合うものを探していきましたね。リバートして、それもやっぱ 3,4 年経ってくらいかな、私すぎてこのまんまじゃ飽きられるなと思ったんですよ。自分の場合って俺結構控えめだから、昔はこれこうしようってこと、いやでもこうやって受けなかったら嫌だなと思ってやめちゃってるんですよ。でもやらないとわからないから、もうそれからどんどんやってますね。あるところでは客席を前全部外して、だからここで言うと3列ぐらい外して池作っちゃったりとか、そうとか、やりました。九州の公演去年やった時、後ろ舞台の後ろ全部ガラス窓やったんですよ。で外やったんですよ、向こうが舞台の後ろがガラス窓で、でこれ全部ガラス窓取っちゃおうっつって、ガラス窓取って外と舞台でお芝居したりとかやりましたね。そうこうできるんだろう、でも場所によってできるもんとできないもんがあるから、でもやってみて、でもこれを受けると思ったやつは基本受けるんですよね。ちょっと迷いがあるやつは、やる方も迷いがあるから、あんまりいい反応ないんですけど、これが受けると思ったら自慢持ってやっちゃうから、でもたまに10回やったら1回ぐらい外れるんですけど、でも今日も受けます。
あんまり考えすぎちゃうと一気に何も考えれなくなっちゃうんですよ俺。何も浮かび合ってもないし、うん、だから調子のいい時はちょっと有線流れて有線聞いただけで、あ、今度ラストショーこれでこういう着物着てこういう振り付けでと思うんですけど、全くもうやばい時は何も思いつかない。もう何もしないです。もう 寝ちゃう、うん、何も考えられないから何もしない。オンとオフの切り替えありますよ。仕事始まっちゃったらもうオンですもんね。何も見なくなっちゃいますもんね。やっぱ演出兼構成して自分も舞台出て脚本もして全部ですからね。こう脚本書いて演出構成で、ね、指示してやってもらうわけじゃないから自分はやんないといけないから。だ映画でいうと監督やるやってる人が舞台ね、あの映画に登場するとそんなと一緒ですもんね。なるほど、そうそう、ね、うん、です。次のことも考えないといけないし、また次のことも考えないといけない、うん、まあ納得はいってないですよ常に、うん、常に納得はいってないです、うん、本当に1年に2、3回あればいいことじゃないですか。しゃあ今日は気持ちよかったっていう時は納得できないですよ。自分の役だけとかするとかっていうのとか話がつくかもしれないですけど、全体的にやっぱ見ないといけないから、あちこち気にすると自分もなんかあのしないといけないことをできなかったりとかしちゃうので正面に結婚したって。簡単に言うと LED の中もたまにこうちょっと色違うなとかそんなところに見ちゃうから、そっち気にしてたらもうこっちのことがもうワンテンポ遅れちゃう。だからもう疲れちゃってどうしようもなくなるとダメになっちゃう。そのダメになったらなったで何やってもダメなんですよ。長いですよその期間が。うん、そうですね、もうダメな時に何やってもダメ、空回りしちゃう。やめたいと思ったことはないですよ、うん、休みたいと思ったことは休みないですからね、うん、だって燃えてしまったら今までの全部積み上げてきたものになるし、着物とかカツラとかにしたって財産ですからね。どうするのか大切にしてほしい。いくら高いものだったとしてもやめてしまったらもう二足三本だし、守っていくしかないし、全部劇団のメンバーも、でも劇団のメンバー全員がもう俺に愛想を尽かしちゃってもう辞めるとかっていなくなっちゃったら別かもしれないけど、みんなが一生懸命頑張ってついてきてくれてる以上は守っていかないといけないから、だからもうそうそう、どっかの瞬間でとかってのはないですよね。常にそう思ってるから、だからもう本当にこれでやっていこう、飯を食っていこう、歌も襲名した時はもう思ってましたね。朝と夕夜はうちで修行したんですよ、うん、一番最初東京流星群ができる時、ほんとそれこそもう8年の付き合いだから、はい、そうですよ。ここ2、3年でバーって出てきたけど、一番最初うちなんですよ。うちで端っこで踊ってたりとか、そう古文で出てきる、しょっちゅう切られてたりとか、で俺一緒に住んでましたから、楽屋も部屋も寝泊まりしてて、お風呂も一緒に行ってて、岐阜も来るし岡山も来てたし、一番最初は大宮だったんですけど今もないところで、井野さんが行ったところで、でそこの知り合いの人にプロダクションの方に東京流星群っていうのができると、でもあの新しいユニットグループを作りたいからちょっと化粧して踊ったりとかっていうのもさせてあげたいからちょっと修行でみたいな感じで連れて来られたのが朝という写真集の撮影の時に、俺がここまで慣れた恩人みたいな会社の先輩と事務所の先輩とあと俺とって、それをここで去年7月に対談したんですよ、うん、で多分9月ぐらいに写真集発売されたと思うんですけど、9月か8月に、うん、そうそう、ここで対談して、そうです。だから俺大衆演劇は見に行かないけど、もちろん、うん、でも別の舞台っていうのは見に行ったりするんですよね。例えば大舞台、お芝居やってとか、うん、そう
まあ、最近だと里見浩太郎さん、おいつもさ行ったかな、4月かな、ミトコン純烈が出てて、うん、コラボしたやつ、そうやってこう目的は里見浩太郎さんで純烈とかって言っても、うん、やっぱりいい味持ってる人、いい味持ってる人が出てくるから、うん、そしたらどうやって思ってその人調べちゃったりとか、俺はこういう芝居商売だからその人調べて今度これするあれすると思ってもいけないけど、で別のお客さんとかは行こうと思ったら行けるじゃないですか、それでこうだんだんこうね会場にもお客さんが増えてくるしっていうのを勉強しちゃいますよ、ね、目に留まる人は目に留まるし、うまい。去年初めのぐらいに名古屋行った時にみその座で、はい、アンパイアみたいな舞台をやってて、みその座、はい、それで戦車とか全然知らなくて、俺も暇だったし、当日券平日だったし、空いてるやろうと思ったら、一番後ろの席しか空いてなかったし、で一番後ろだからって言ってもういいやと思うんじゃなくて、なんであんまりピンとこない作品がこんなに席埋まってんやろうかと思って、それがもう気になっちゃって見たいんですよ。そしたら、うん、あやっぱりあって思っちゃうんですよね。こういう感じかと思って、それはミュージカルやったんですけど、演出の仕方とか、そうですね、終わり方、前編公演になってて前編の終わり方とか、それが多分、まあ、俺みたいな人間はそれが多分前編の終わり方がしょうもなかったら、もういくらお金払っててもういいやって思って出ちゃうと思うんですよ、公演リズム、うん、で俺も基本長お芝居とか前編公演とかやるけど、前編終わって公演空いた時に座ってるお客さんがいなかったらショックする、うん、後輩とかでもいいと思ったら俺はいいって言っちゃうね、普通に。いいものがいいし、いいもの持ってるのがいいし。プラス先輩でも、あんまりダメなってことはダメだし、自分が合わないなってことは合わないし、無理に合わせようとも思わないし、っていうようなタイプなんで、それはね、悪いところなんですけど、なんか人に合わせられないし、それでね、ちょっと相手に嫌な思いさせちゃう時もあるし、そうそう、そうなんですよ。でもこの感じは変えたくないし、これずっとやってきたから負けずに、うん、そう、怒るから怒りますよ。え、怒るんですか？怒ります、怒ります、超怒ります、今日も何回も怒りました、うん、だからほんとちょっとしたことですけどね、うん、照明もちょっととかタイミングとか、うん、舞台のことでしか怒んないですよ、もちろん。だから決まってるわけじゃないって言ったんですけど、うん、あれがちょっとずれた、これがあったって言ったら、ちょっとこの横見て誰がしてるのか確認して怒ります。こっちに人がいて、うん、こっちでこう喋って、お客さんには分かんないですよ、うん、あの目ん玉だけちょっとずれるのは、うん、横向いてるから、うん、その時確認してとかですね、うん、だから大変ですね、本当に大変ですよ。でもそういうこだわりがなくなってしまったら何もいいとこなくなっちゃうんですよ、絶対に。こだわりがなくなっちゃうともうおしまいですよね、うん、だと俺ほんとマジであれしようこれしようって考えがなくなるっていうのはもう俺が終わりだと思います。まあなんて言ったらいいのかな、昔のもんも合わせてレパートリーみたいな、こっちが多いんじゃないですかね。だって場所によっては毎日日より変わるとかある、実際60分いるんですよ、お芝居、そうだから、でそういうのをちょっと工夫しながら、たまに何だったかなって考えるときありますけど、ちっちゃい時からやっぱ聞いてるし見てるから入っちゃってますよ。でも決まりがないからですね、対戦決まりがないから、やりたいことしてそれで喜んでもらえたらいいし、やってよかったな、皆さんが笑ってる時、喜んでくれてる時、拍手が多いとき、反応があるのが一番ですよね。だから今掛け声もできないです、だからもうつまらない、拍手の一生懸命拍手してますけどね、声は漏れてますからね、いやーとか強い声は、はい、
送り出しもないから寂しいですね。いいのか悪いのかも分かんないし、送り出しやっぱ感想聞いたりとかするのっていうのは嬉しかったかな。俺それがちょっと待って聞けない状況で、もう目指すとかじゃなくて今そうだな、常に勝負だから、うんうん、こうしてああしてって考えるともうキリないですからね。でも本当にそうだな、とりあえず全国に名前が行き届くように、うん、本当これ大衆演劇ってちっぽけなもんだから、こんだけ人がいてもここでやってるようなもんだから、まだまだね、この大衆演劇何十年ってこう続いてても知らない人もいるわけですよ。で、大衆演劇知ってる人も一応見たことない人も絶対いるし、はい、うん、で、お客さんっていうのはやっぱり10人といるんだから、自分の好みじゃないところはあんまり見えないし、合う合わないとかじゃなくて引きつけたい、うん、かな。この芝居が合わない、この舞踊はあんま好きじゃないとかじゃなくて、この人を 見たい、うん、だからゆうやとかにも言ってたんですよね。あ、そういう舞台っていうのはやっぱり、その一本の作品が見たくて来る人たちも多いから、簡単に言えばその一本の作品のキャラクターが見たくて来るとか、だから本人を見たいと思って来る人たちばっかりじゃなくて、その作品を見たせに来るから、だから、まあ、その中でも自分が光ってれば、あ、この人を見たいと思わせたら次の別の作品をやっても、その作品が興味がなくてもこの人が、あの人見たいと思ったらこう見に来てくれるから、それでこうハマっていったらね、あの人気が出てくるっていう話はよくしましたね、うん、それは言うやんとかしてた。新しいことやってって、そうですね、やっぱお客さんこの中でも来てくれるし、だからこれ以上減らしたくもないし、今こうやって来てくれてる人たちを大事にしたいから、うん、せめて少しでも何かあったらお願いしたいな、うん、でいろいろ考えます、ね、いつどこで止まってしまうか分かんないし、どうなるか分かんないし、このままやっていけるかどうか分かんないし、どうなるか分かんないですから、本当何があるか分かんないし、でも俺はこうやってずっとやっていって、いずれ子供とかができてね、俺ぐらいの年になって、本当何があるか分かんないし、俺はもともとになったら、でも絶対に今のうちらの年代の時代のいい時の役者っていうのは一番きつかったと思うんですね。このコロナもあるし、先生たちとかしてもこういうことは なかったから、ね、そう休むっていうね、公演場所はあるのに、公演場所がなくて公演するのがなくて休むとかっていうのは聞いたことあるけど、公演場所あるのに幕を開けれない、これは辛いですよね。お客さん戻ってこないし、すぐに落ち着くと思ったこの状況も長くなっちゃって、1年以上になっちゃって、やっぱりでもやっぱ俺らもくじけずに負けずに、この中でも新たなものをと思って頑張ってやってますので、いろいろと皆様方も大変でしょうけど、
見に行きたくても来れない状況かもしれないけど、いつか必ず元々通りに戻ってみんなとお会いできる日を信じてお待ちしてますので、今は辛抱の時期だと思って、また落ち着いた時には舞台に来て楽しんで笑顔を見せてくださいっていうようなことですかね。それをもらわないと俺も頑張れない。ね、1回で決めるんじゃなくて、この大衆演劇2回3回見て決めてください。いい時もあれば絶対悪い時もあるし、でも面白いと思います。なんでお待ちしてます。どうも、未開堂劇団の、未開堂慎之介です。今日は、今までにないような取材のインタビューで、いろいろと答えたんですけど、何を答えたかはもう覚えてません今足がしびれております。結構長かったですでも本当にいろいろと、聞いてもらって、これもまた、そうだな、一から考えることまた聞かれて、自分がこう思ってるんだなって自分でもまた分かったこともあったので、また明日からも頑張ろうなとそう思っております。今本当に大変な状況で、すぐに落ち着くと思ったこの状況ももうだんだん長引いてしておりまして、やっぱり、見に来れない方々もたくさんいるかと思うんですけど、僕もこんな状況でも負けずに頑張って新たなことに挑戦して突っ走っていってますんで、また皆様方にお会いできる時は楽しいもの、そして新しいものを見せれるように心がけておりますんで、必ず落ち着いて皆様とお会いできて、みんなの笑顔が見れるのを楽しみにしてます。笑顔を見せてくれないと僕も頑張れませんので、またぜひお会いしましょう。お会いできる日を楽しみにしてます。お願いします。